やるとするか。完全に寝起きだけど、寝起きでやるぞ俺は。ラジオ体操なら気分でやるじゃないか。もう以来どっかだったことがある。人の人生なんだと思ったらめちゃくちゃなんか切られてんじゃねえか。やばいぞこれは。カエラという図師匠に書いてきた永遠の命トランティア王の研究気になる。とんでもねえことやってんだな。身を張って墓穴を掘った間抜けなままを倒したところから東へ行ったところだそうだ。少々遠いらしい。お前もこの旅が終わった後はこのブログを広めんのかお前は。ここを通ること、はあ、なんかやってんな。なんかやってるぞ。なんでこのなんかわけなかんねん軍団は。おドムドム、ドムドムじゃないドルドム。やばすぎるもん。年はいらんと言われている。何永遠の命が欲しくてやってきた。なんかあれなの、なんか兵隊かなんか集めてんのか。よくわかんねえな。宿屋、宿屋めっちゃ安いな。しかしな、とんでもねえことになってんぞ。一応見れるもんババッと見とかないとな。永遠の命を手に入れたらどんな世の中になるんだろう。まあ、人口がどんどん増えてくるな。で、どんどんなくなるんじゃないか。なんか支援とかなんか。いやだ、よろしく頼むよ。ててー。いや、こんにちは。どのような目的で観光だ、俺は。アールモア様にお会いしたくエジプトより参りました。すげえ話だな、エジプトより。カイロ。なんてちょっと来てくれ。どうせ一体。何やってんだよ。G も来てくれよ。何その怪しげなこと言ってんだ。どうかしましたかね。完全怪しまれんじゃん、これ。何事です。ドキドキしちゃって。なんて言った、王様の名前。アールモア、あ、そうじゃん。なんでアールモア先生かもしれない。助かるの気が済まないぞ。え、マジでなんか俺が言った通りになってねえかなんか。一番の先生だった。こんな不思議な体にした先生だ。アトランティスと一緒に進んでしまった。ああ、戻る方法を知ってるかもしれない。私も任せてください。大丈夫かあいつは。とんでもねえ話になってんじゃねえかな。慣れております。そうか、入国を認めます。おの、ずいぶん早いな。会うための許可証を差し上げましょう。お願いございます。おう、何者ですかと。戦いの時にはとても役に立ちます。働かせてみてはと思うんですが。ああ、なるほど。ええのか、それで。イロード。貸し借りなしですよ。ふざけやがって。町は順に歩ける。教科書が必要。また教科書が必要なの。素敵なお顔。あいつのイケメンなのか。イケメン軍団か、まったく。とんでもない話だ、まったく。やばいぞ。いや、この国やべえな。もう、アールモアとてつもなくもうやばいやつっていう仲間。そういうわけだな。あ、てか、あれじゃん。あいつ仲間から外れてんじゃん。カイロ先生は。武器か。まだいいんじゃないの。知らんけど。寝てんのか、お前は。話しかけられんぞ。寝てるボーイに話しかけることができん。俺はとても悲しさでもいいよ、満ち溢れてる。なんだって。永遠になるのか、お前ら。おお、いい声が散乱してんのだってる。たまらねえぜ。道具や。気づけてない。あ、気づくと直す。あれか。世界中の歯みたいな感じが。世界中の歯の超弱いバージョンみたいな感じだな。まだ復活するんだったらまだいいかもしれないな。素敵な棒がいかがですか。まあいいだろう。あ、これで一回戻って、あの前のダンジョンの気になるとこ、まあ、探索もできるな。忘れなしにやったらいきますけど。お、なんだあれ。美しさが縁になる。そうか、勝手にやってくれ。もわけなかんねえこと。なんだこれは。とてつもなく野蛮なことやってんじゃねえこれは。キュッキュッキュッ。行かれてやがる。何も言わねえのか。なんか俺たちが来たことに対して何も言わねえのか。それなんかキャー野蛮人よーみたいな感じで、なんか気が狂ってるわー。疲れをほぐし、うん、どうですってなんで、はい。大丈夫かこれ。なんもねえんかよ。やめてくれ。遠慮しとくわ。ゆったりゆったり。いいぞ。感動的なあれか。
俺は感動的な時間、祝福の時間を味わってんのか。展開、展開、展開だと斬新だな。なんかとても斬新の恐ろしいある感じだと。これあれじゃないか、飛び降りれるやつじゃないの。建国記念塔、ここから飛び降りるんだ。私の予想としては王様って、王様って、王様も知らん話信じよう。小さな村だった。トーランという青年がいてな、突然に人が変わったようになった。家の人を手に入れと言い出したのだ。さらに望むもの皆に与えようなどとも言った。ほう、この塔を作り飛び降りることによって証明してみせたトーラン、王国が生まれたんだな。もしかしてずっとないあいつが王様っていうパターン、そういう感じ。じゃあそのトーランはあれなの、そのアールモア、アールモアだけ。どっちもどっちって言うんで、一体お嫁さん見つけておかないとな。お嫁さん選びか。イロード、なるほど、いいことじゃないか。永遠の時間があったらいくらでも自分磨きできんだろうな。知らねえけど、なんか飽きそうだけどな。そんなお友達、娘ってあるだって。そんなになんか永遠の命があったらなんか絶対なんかもう人生の飽きんだろうな。もうなんか同じもの食ってて、なんか毎日なんかチャーハン作ってなんかもう生活するんだけど、そのうちなんかもう料理するのめんどくせえっつって頭がおかしくなる。そうか、もっと頭おかしくなりたまえ。リウマジアの永遠かの、そうか。どんだけなんか永遠にあれなんだよ。ここら辺のやつらもう、ここら辺のあれかもしれんな。なんか、ボスはなんか永遠って名前かもしれんな。そんなことはないか。もうお前たちももうすでになんかもう取り憑かれてんじゃないの、なんか魔物に。で、アールモはやっぱり魔物っていうのがその可能性はもう十分高いな。お前誰だって。コソドロー。これ入れんの？ダメか。気になるな、非常に。話しかけることはできんだろうか。おなんでできないじゃないか。俺はとても悲しいぞ。俺は悲しみに包まれる。ここ入ったっけ。俺入ってないかもしれない。いや入った、なんか行ったもずっと、なんか変な界隈がなんかあそこにあったような。よーし、お前誰だって。お世話なんです。そうか、知らん。許可書が必要です。知らん、とぼける。持ってるじゃないですか。おう、大変だ。それを見てください。なんだ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 、何もないじゃないか。あ、盗んだ、もしかして盗んだな。なんか持ってったろ、そういう感じなんじゃないの。知らねえ、なんか壊れた。こうなんだこれ、順番を待つように。上に行って順番を待つ。おお、ここで待たなきゃいけないか。ちょっと待って、全員同じか。言ってること、また同じじゃない。うらっ、横丁偽物、偽物何回も断じていかん。あの野郎どうしようもねえな。ああ、そういうこと？あ、すり替えられたところか。うん、あの時そうだね。見た目が盗賊っぽいなんかあれだったからな。おお、回想シーンだな。とてもいい色してる。あいつか、畜生は。とても遅うぜ。どうするつもりだ。いい考えがある。おお、なんだなんだ。何をするの。これ見てくれよ。似顔絵だ。おお。お前、そういうあれも達者なんだな。見せてもあれば。なるほど、わかることもあるかもしれないと。街中に見せてもあれって言っても、何、どっか貼るってこと。それともなんか話しかけんの。知らない人。マジで意外と帰るとかしてるかもしれんな。下手くそねえだな、下手くそねえだな。それ悲しいな。ああ、みんななんかそんな知ってる人いんのかね。どっかしらにいるかもしれんけど、知ってる。はい、てってけてんてってん、知ってる。娘、おう、リアルが何か。お、やばいんじゃねえか、母さん。誰も、おい、見つけたぞ。追いかけようぜ。追いかけんの。あ、なるほど、病気なんだな。病気だから、じゃあ助けとしたって感じか。バレバレじゃん。見つけた、見つけた。俺じゃ許可書返せないよ。娘よくないぞ。正義の男ヘラクレス、母さんの病気を治してくれるはずなんだ。
だったらよ、俺たちが手伝うからよ。いっそ諦めろって。よし。いいだろ、みんな。なんかプラトンがなんかもうあれだな。嫌だねって言ってもいいけど、まあいいや。プラトンが全て仕切ってる感じがするんだ、なんか。ヘラクレスなんかたまにちょっとボソッと喋るぐらいで。お前はそういうやつだったのか。まあそんだけ時間が経ったらなんかもう嫌な、多分嫌になってくるんだろうな、きっと。もしかしたら、病んでんのかもしんね。ヘラクレスは。病んでる可能性がある。あまりになんかもういろんなことがあっても、これまでに。よーし。ええぞ。こっちの流れもじゃ。永遠のトランティア。永遠のトランティア。おう。逃走が回りません。全部真面目だな。真面目男か、お前は。チャラすぎるぜ、まったく。よーし。大量になんかもう乗り移れる対象がなんかいるじゃん。乗り移ってなんか死んでみたいな、そういう流れもあったの、面白かったな。他人に言われると腹が立つんだよ。そうか。料理が下手だって言われると腹が立つんだな。まあいいんじゃないの、それはそれで。よくねえってか。若くするぜ、最強の兵士になる。永遠の命を下さるからさ、そうか。あ、ご飯だよ。眠い、そうか。眠いのか。いいやつはどうなんだ、じゃ。いいえ。起きなくては。どっちにしてもお前も、どっちにしてもお前に生き方が変えることはできないんだけどな。男、あ、見た目が一緒だ。なんだよ。こいつは特別なやつだと思ったのに、なんか結構見た目あれだったな。俺と同じやつがいっぱいだ。そうか。おばちゃんに催促してみる。クロノトリガー見てたな。サリアさん。不公平と思わない。そうか。そうなのか。あ、ここに繋がってんのね。このわけなかんねえわ。全部たんまりと寝ねえんじゃねえかよ。お前全部楽しそうだな。ててててん。てて。よーし、その王様に。王様の顔をちょっとじゃああれか。見せてもらうとするか。お。王様に会いたい。あ、てらうぞ。まじしかなかろう。200年前に作られた。今でもこの国を治めている。おぉ。年を取ってるんですさ。200年前に作られたってことは、スリーとは別の話ってことか？そういう感じ？じゃあ、そういうことにしとくか、じゃあ。呼ばれるまま静か待つ。じゃあ、待つしかないか。ね、待ってればいいな、ここで。じゃあ、ブログでも読むか、じゃあ。めっちゃ細かいよな、なんかな。偶然の一致なんてないよな。会わなくちゃ。先生ですよね。危険だぞ。優しい女の子だ。許可状取られたけどムッとしたけど。そうか。さあ、何これ待ってればいいのこれ。何もしないってこと。わがままなやつだ。お前わがままなやつだ。主人公みたいな顔しやがって。俺は一体何なんだ。ヘラクレスは一体何なんだ。悲しいぞ。ヘラクレス、俺と一緒にタロスでも借りに行くかじゃ。タロスでワロス実況プレイやろう。俺と一緒に。あの日々が懐かしいよな。そう思わないか。そうだね。君って誰なんだって。お前は大物なんだ。もう何もで何もねえじゃねえか。これ場所が悪いのか。ここにいればいいのこれ。ここ。お前なんで、ま、なんでお前真ん中に割り込んでんのお前は。どういうことなんだって。なんで待ってんのよ、ここの間になんかあれがあったのかっていうのは、まずそこの謎をな、あれを解明しなきゃダメだよ。勉強している。ああ。そうだな。一人で私のこと。お！なんでお前が行くんだ。先に待った奴がいたらだって。順番抜かしじゃ、おう、やば、おう、まともなこと言ってんだ。待つしかなかろう。そうか。じゃあ俺ここで待ってる。悲しすぎるぜ。もう微動だにしねえな俺たちはな。一切微動だに、一切動いてないもんな。なんか周りの人間なんかすごいなんか動きまくってんのに。落ち着きがないのかなんか俺たちがそれとも不死身だからかっていうのがそういった。これが生きてるものと不死身のものの違いなのかもしんない、もしかしたら。俺は何すればいいって。もう帰るぞ。
もういいよ。俺は待ちたくねえもん。すぐ元行っておろうか。研究の時間。お会いできない。研究、やっぱそうだろ。完全そうだな。どんだけお前空いてんだよ、お前。会わなくていいだろ、お前。おい、どこ行ったの？連れ去られたんだよ、もう絶対なんか。少年連れてな。おしゃべりが過ぎる。そうか。てか、むしろあれの俺たち呼ばれなくてよかったな。多分呼ばれたらめんどくせえようになったよ、多分。おー、わしかーって、重いかーって、ウェルカムバックってみんなわけなあかんねん。ことをやれるかもしれん。サディア。うん。北西にとは見つからないでしょ。教科書がなければ入れない。絶対に見つかるな。はっはっは。お前何なの一体。教科書の束だ。なるほど。誰も信用できないということか。俺たちに盗みを。仕方がなかろう。さあ。ええぞ。それでええんだ。させていただけるようですね。研究の反対なので、おお。恐ろしいことのような気がする。やっぱトランティアはあれだな、恐ろしいことやってんだな、みんな。わかるぞ、俺も。じゃあこの北西に行けばいいんだな。北西にわけながんねえ、なんか、あれがあるとかって感じ。すげえ、めっちゃのんびりしてんな、なんか。大丈夫これ、なんか。もうなんだかいっぱいなんかわけながんねえ。北西はいかない見ようためのことなんか怪しいな。研究に目を捧げた者の墓場っておかしいだろ、まずそこの時点で。おかしいと思わないのか、エリール。うん。秘密でした。こいつはなんかあれか、意外と人望ねえのかもな、王様はな。王様は全く人望ねえぞ。ただもうどんどんベラベラ喋ってるもん、いろんなやつがなんか。なんか入ってね、人んちのもんだぞ。あ、なんか入ってるってことなんじゃいいよ、人んちのもの。井戸の中に入ってるやつがそうなのか。そういうもんなの。俺ね、よくあんねや。じゃあ、トトル行くわ、じゃあ。なんかすっげえのんびりした気がするからね。ここなんか全部強そうなのが来たらなんか、あれもしかして宿行ってないパターン俺。行ってない可能性がある。テク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 テン。ええぞ。よくわかんないけど。ダメージ表記がなんか出ない時がなんか、あるというかなんか、そのあれがよくわかんないんだよな。なんか出る時と出ない時が、なんか切って終わりみたいな。敵もなんか攻撃して終わりみたいな。なんかあんじゃん。いくらいくらダメージを受けたみたいなさ。それがねえときなんで。トゥ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 。ほら、回復量上がってんな。間違えた。魔力上がってるわ、絶対に。そういうことなんで。魔物ケアがする。そうか。誰も信用できん。あ、信用。すべてを信じよう。そして何も信じるな。なんじゃそれは一体。謎解きか、それ。左は危険。右はやめた方がいいぞ。左は危険。右はやめた方がいいぞ。なんじゃ、じゃあ下に行くよ、俺は。だったら下に行ってよ。なんじゃこれ、メイドの宮城。メイドの宮城来たか。これはあれよ、なんかあの、バトル中に使うとな、なんか。何かしらが大きいんだよ、なんか。なあなあって。ヘラクレが眠らされちまった。ててーいい曲だ。戦闘って感じだろ、なんか。昔の冒険ではなんか、なんつうの。ここまでやる気になる感じのあれじゃなかったよな。まずワンはなんか、チャカ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 って感じだったよ。そういう感じで始まるからな。で、ツーはなんかあれなんだよ。割とドラマチックなんだ、ツーは。で、スリーはな、まあ、スリーはなんかちょっと驚しいって感じなんだけど。楽しいぞ。おぉ。まあいいじゃん。これどうせあれだろ、だって。あそこに通じてんだろ。トゥ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 。こっちもなんかあれかもな。おなんだこれ。左のボタンやめた方が。おぉ、じゃあ真ん中と右はなんだ。じゃあ右で行けってこと？あ、吸い込まれた。おぉ。そういう感じか。なんだかんだこれ覚えてきゃいいんだろうなって。なんじゃこれ。あ、ここであれじゃねえか？あ、やっぱそういうことね。安らぎのマント。よし。それでええんだ。じゃあ左か。ええぞ。てててて。また一般ね、左へ。階段へ。死にたくなければ階段へ。じゃあ階段行くわ。お謎部屋に来たの。ててててて。金のネクタル。ウィーあ、ここね。上の地方に来たったか。なるほど。もう真ん中でよ、じゃ。何も信じなきゃいいんだろ。じゃあ真ん中に行こうら。何も信じるなって。そういうことなんだろ。
あれあの、これあれか、あ、違うか。お互いルートだと思ったのに。まあいいけどよ。あ、こっか。じゃあ右だな。じゃあ右だな。俺はどこに連れて行かれんねんって。ヒューン。おお、行ってしもうたか。あれ、これ戻れなくね。あ、落ちれば戻れるって感じか。なるほど。やばいだろ、これは。どう考えても。この捕まってる。なんだあれ。おい。あ、前にバトルになる感じ？失敗すると。その感じは高いな。まあいいや、バトルになっても。お、来た来た来た。全然構わんぞ、俺は。そんな強くねえだろ、多分。あ、強い。意外と強い。まあ、戦っとく。いや、意外とこいつあれなんじゃないの。もともと人間だったっていうのが、そういう、なんか、そういう、あれがありそうな気がするのか。てってて。停止のあれを持ってんのか、こいつは。なかなか恐ろしいな。お、いたいたいた。てててて。おい、なるほど。連打するのは危険だったな。ててててててて。なんじゃこれ。なんじゃこれは。お。あー、はいはいはい。そういうこと？でもこれはどうやっていくの一体。で、こうやったとして、どっか行けるとこあんのか。あ、もしかしてあれ？前の辺になんかスイッチがある感じ？そういうことか。そういうことなのかもしれない。じゃあこっち行ってみて。ててて。まったくよ。真ん中押したよな。じゃあここ？今左も押したわ。全部押したよな。全部押したんだけども、まあ、結局こうなってるから。あ、あれを持ってくればいいのか。なるほど。あ、別に確信があるわけじゃないんだね。なるほどね。オッケーオッケー。てる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 。ああ。もう完全ならあれだな、もう。で、こうやんなきゃいけないんだろ。そういう感じか。なるほど。あ、でも解決したろ、これ。あ、でもその後どうするかって話があるけど。あ、でもいけそうじゃね？多分いけるでしょ、これで。知らねえけど。まあ、どうにかなんだろ。で、これで下に持ってってよ、こうでよ。で、こうだろ。ほい、ほい、ほい、ほい。いける？いけない。あ、いけるね。はい、よかったよかった。てんててーん。あいつはどっか行ってもらって、あそこではめたらもしかしたらお宝が出てくるかもしれない。なんもねえんかい。厄介なもの作りやがって。おーい、これはやばいだろ、なんか。めちゃくちゃなんかやばそうな空気を醸し出せんぞ。誰も信じないわ。こう嘘ばっかり。おお、誰も信じるな。この道だ。そうか。で、それ戻されるパターンな。てるてる。あ、これどうせ落とされるパターンだ。じゃあいいや。だったらよ、行くしかねえだろ、右だ、右。お。右。右。お前誰だ、一体。あ、ボス。なんでこんなとこにわけなあかんねん、奴がいんだよ。どういうことやったよ、これ。ドゥ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 。気が狂ってやがるぜ。このじいさんなんだって。不審め。あ、不審？信じない？あ、そういうことね。やたらなんかあれだもんな。人を信じないっていうのがわけなあかんねん、やからが大量にだもんな。何、正体表したの？ドコドコドコドン。そんな強くなってたわけでもいいだろうな。でも結構強いから。これから手こずる可能性が。おお、それはもしかしてあれか？不審のあれ？それともなんか本当になんか。あ、任せろ。ああ、もうずっとそれやってくれもん。それやってくれもん、あれでどうにかなる、きっと。お、なんじゃこれ。お、めっちゃ食らってんじゃん。お、やばいかもしれんな。どうのかさ、めっちゃ食らってるぞ。しょうがねえな。まあ、今とパウンが結構回復してるからな。まあ、これでいいだろ。お、これはちょっとあれか？やばいパターンか。やばいパターン入ったな。おかしさ。これはちょっと危険なちょっと香りがしてまいりましたね。ヘラクレス。二人きりになっちまったな。寝ちまったのかな。寝上がったんかな。やめんか、マサオスね。むずいぞ、暗い。来るとまえ！メイドの土産でも使うかじゃ。てててて。おい、やめろ、ヘラクレスは俺の味方なんだ。俺の友達なんだ、ヘラクレス。もうそうで許されると思ったよね。読めんか。もうめっちゃ回復してんな。何あいつ、どんだけ。おい、それはねえだろ、いくらなんだよ。どんだけだよ、マジで。めちゃくちゃ超えてるよ。もうヘラクレス、あれどうにかしてくれよ。もうお前に全てかかってんだ。この状況どうにか、ダーできるのかって。深くお前食らったのか。もうマジでこれ死ぬパターンじゃねえか。
俺は自分隠せるぞ。俺はプラトンがやられちまったってのは結構でかいな。これはレベルが圧倒的に足りないんじゃないこれ多分根本的に。逆に勝ったらすげえこれね。よーし、ヘラクレスどうにかなる。お前は大丈夫だろ。どんな戦いも正式とお前だったらな。お前の経験がある。これでも食え、ロイデイン。全然食らってんじゃねえか今。不審 D って言っていなかった今。4人いるってこと。まあそらねえかさすがに。まあそんなことありるわけねえだろ。ちょっと俺もちょっとメイドの土産使いてんだよ。ちょっとめっちゃあれじゃねえかよ。おお、いい加減にしねえかお前は。これ金のネクタイ使えばあれかなんか回復するもん。そしてただなんかもうやられそうなんだよな。よし、俺な、俺を流れ。よし、めちゃくちゃにしろこいつら。いった、よーし、希望が見えてきたぞ。超えるぞ運命、痛くてダメでしょ負けるわけね。お前やめろそれは。まずい、とどめだ、行ってこい。もう俺にはもう残されてないもん。やめんか。倒す倒す倒せ。ヘラクス、お前ならいける。お前ならいける。よし、なんたることだこれ。なんたることじゃ。崩れ落ちた。よく頑張った。なんか発見した。わけなかんねえ物体よ。こうなんだ一体。お、お、はい、植えることができる。お、これであれかなんか。種植えができるわけなあかんねん、あれってこと。なるほど。なんじゃこれ、なんじゃこれ気が狂ってやがる。お、闇の指輪、闇の指輪。